江戸時代に築造された上り釜のぼり釜と現在一般に呼ばれるものは用業で陶磁器等を大量に焼成するために炉内を角間に仕切り斜面陶地形を利用し重力による燃焼ガスの対流を利用して炉内の各製品を調整時に一定に高温に保てるよう工夫された釜の形態のことを言う表面に釉薬を使用する場合は 製品の均一という点でこの路用が優れている。交通が発達するまでは、消費地に近い製品の原料となる粘土、燃料、水が豊富な場所が立地に選ばれた。上り釜はいくつかのタイプの釜の総称として用いられる。1、伝統的な連邦式のぼり釜を象徴的に指す言葉として用いる場合と、2、一般的に給料などの社名を掘りくぼめたり、 くり抜いたりして、高角度で、水エや陶器を調整する、穴蔵用。3、中国で斜面を利用して、陶磁器を調整した、流用を含めた、釜一般を指す場合とがある。競技の上り釜、金星の陶磁器を調整する、連帽式の登り釜連帽式の登り釜、穴蔵用斜面を利用した、地下式ないし半地下式の水エや陶器を調整する、釜穴蔵用中国で斜面を利用して、 陶磁器を焼成した断出の窯。流洋日本では古墳時代初頭までは野焼きのように土器焼成工、弾器焼成工などの施設で酸化炎症性によって土器が焼かれていたが古墳時代中期より朝鮮半島より末期が伝来したことに伴ってその生産方法である上り窯による還元炎症性並びにろくろ仕様も伝わった。16世紀には 熱効率と大量生産に向いた大釜が出現し、まもなく、江戸時代になると、釜鉾状の小生室を海岸状に連ねて、仕上がりのばらつきを防ぐとともに大量生産を可能に、下一層熱効率が改良された、連防式のぼり釜が出現する。近代まで釜の主流を占めていたが、急速に減少しつつある。2007年、常鍋市、甲賀市、 山陽小野田市にある上り釜が経済産業省の近代化産業遺産に認定され、同年11月30日に公表された。京都市の例では、上り釜から排出される煙が1967年に制定された京都府公害防止条例により規制されたため操業不能となった。2019年現在、現存する3カ所の釜跡が景観重要建造物に指定されている。 側面下方から見た、連棒式のボリガマ連棒式のボリガマの内部はいくつかの小性質に分かれており、各小性質は最も下が、大口と呼ばれる燃焼室であり、傾斜に沿って上にいくつかの小性質が続き、それらが繋がった細長い形態をしているため、横から見れば、かまぼこが連続したような芋虫状に見える。 最上部の部屋の先には煙道、そして煙突へと続いている。さらに各焼成室には焚き木を投入するための小口と呼ばれる小さな穴が設けられているのが普通である。焼成温度は一般に最高で摂氏1300度前後に保たれ約60時間焼くのが普通である。温度管理は職人の管によって行われるがかなりの連達を要する。具体的には一番下の大口と 各焼成室に設けられた小口からの投げ焚き木を使い分け、焼成段階に分けて微妙に温度調整を施す。この作業が丸に昼夜続くことになる。水分を飛ばすための予備段階である炙りを終えた後の本炙りでは大口に焚き木を投入し、ゆっくりと釜の温度を上げていくが、目標とする温度である摂氏1300度に達するには約1日ほどかかる。この際に、 覗き窓から見ると焼き物は熱せられて透明感のあるオレンジ色ないし白に近い黄色になる。釜出しは炊いた時間と同じだけ時間をかけて冷ますと言われるように慎重が来され特に大型のものなどは釜出しによる急速な冷却により割れることもある。焼成の際は周囲に黒煙が立ち込める。穴用は燃焼ガスが用内を直進し用内で対流がないため 火のあたり加減と灰のかかり具合によって作者も予期しない模様や色に焼き上がり同じものは決して二つとしてできないと言われている。上り釜を使って焼かれた陶器独特の有機的かつ微妙な仕上がり具合は景色と表現されることもある。燃料には松が主に使われる。半地上式、さざ波棒式上り釜の滝口斜面に土で築かれた上り釜の例。 各証性質が連なっている。坪谷焼の登りがまた木口丹端畑地区焼に本六古用の一つであり、約400年にわたって、穴倉用時代が続いた後、桃山時代末期に至り、自然の地形を利用したのぼり窯が,が築かれ、現在も約60軒の窯元が残る。しがらき焼に本六古用の一つであり、中世末期頃より、穴倉用によって坪、亀、 すり鉢などの焼き物作りが始められた。近世では、茶器も、多く作られ、幕末には、陶器製陶苗具の一大産地であった。備前焼き日本六古用の一つであり、中世より、穴蔵用によって壺、亀、すり鉢、すずりなどの焼き物作りが始められた。近世では、茶器も、多く作られた。釉薬を使用せず焼きしめのみにより製造される。江戸時代前期以前のものは、 小備ゼと呼ばれ珍重されている。唐津焼、東へ至る、津、すなわち、中国へ続く港という意味であり、室町時代から桃山時代にかけて壺、亀、皿、とっくりなどの日用品を多く産出したのが始まりと言われる。茶器の名品も多い。奈良岡焼1863年に、地元休暇の小松清寺が、寺内焼の投稿を招き用を作らせたのが、 始まりと言われる。鮮やかな青色で知られる。マシコ焼き19世紀の中頃に、笠間焼きの影響を受けて始まったとされ、日用品が多く焼かれ、江戸でも多く使われた。つぼや焼き琉球王府によって1682年に、現在の那覇市つぼやに開けようした釜場を起源とする。周辺環境の変化により上り釜は、読み炭に移ったが、つぼや焼きの名称は、 現在も継承している、近藤義郎、藤沢長春編、日本の考古学図版。穴蔵用は、考古学で用いられる表記であり、陶芸用語としては、穴用の表記が用いられる傾向が強い。素液を焼く釜を特に、素液用といい、文、炎柱がないのが特徴であった。焼成の際に酸素が入り込むため、出来上がった土器は赤みを帯びる。また、 焼成温度が比較的低いため難質である。のぼり釜は穴蔵用から連望式のぼり釜までを指す講義の概念であるが、のぼり釜と書いた場合は連望式のぼり釜を指す考古学上の変年用語となる。釉薬を用いない素焼き土器の場合は青みないしは灰色帯、また高温で焼成できるため硬質の土器や陶器が出来上がる。 近代化産業遺産群33経済産業省 https コロンスラッシュスラッシュ www.meti.go.jp スラッシュポリシースラッシュローカルエコノミー日本最高 pdf 遺産群 pdf8 京都小川文妃としての上り窯隣接駐車場の解体工事で破損産経新聞 2019年6月18日閲覧、ありがとうございます。